またのご来店お待ちしてます。そこのあなた、何なんです？私の店に何か用ですか？さっきからずっと店の前に突っ立ってますよね。バイト？そうでした、募集してたの忘れてた。すみません、怪しい人かと思っちゃって。依頼したつむぎです。来てくれてありがとうございます。体格や顔つきはちょっと頼りなさそうだけど、人手が増えるのはありがたいし、とりあえず採用で。今日はよろしくお願いしますね、バイトの騎士さん。早速今からお仕事です。衣装作りに必要な染料の元になる木の実を集めに森へ行きましょう。自己紹介は森までの道中でやりますね。私はカルミナというギルドに所属してます。アイドル活動のためのギルドなんですが、私はアイドルじゃありません。裏方として衣装作りやライブの運営を担当しているんです。ライブや衣装の評判も良くて、今では仕立て屋として独立できました。騎士さんも今度服を仕立てたいときは店に来てください。レイ様みたいに宣伝してもらえると助かります。そうだ、レイ様についてもお話ししないといけませんね。いいですか、レイ様は私のお得意様にして恩人なんです。今日はレイ様の服作りに必要なものを一緒に集めてもらいますよ。まずはレイ様がどんな方か語る必要がありますね。そんな時、レイ様は魔物から私を助けてくれたんです。魔族でもヒューマンの私にも優しく接してくださる素晴らしく高潔な心の持ち主なんですよ。それからというもの、私はレイ様のためならたとえ火の中水の中、ファンクラブにも入って会員のみんなとレイ様について語り合って。あれ、もうついちゃいましたか。もしかして私ずっと喋りっぱなしでした？すみませんでした。私ってつい喋りすぎちゃうみたいで、気を取り直して仕事に取り掛かりましょう。今回騎士さんに集めてほしいのはこの木になってる木の実です。取り方にコツがいるんです。いいですか、こうやって茎の部分を指で挟んで優しく曲げると。はい、取れました。実や茎がとっても柔らかいから気をつけてくださいね。さあ騎士さん、やってみてください。そうそう、優しく優しくって、そんなに強くしたら顔が紫色になっちゃいましたね。大丈夫かなこの人、手際が悪いというか不器用というか。まあ初めてなんですから、気を取り直して再チャレンジです。いい感じです、上手になってきましたね。これなら私が見てなくても大丈夫かな。私はあっちの木の実を取ってくるので、ここはお任せしますね。この木の実の色は今回の衣装に絶対必要だから、なんとしてでも取らなくちゃ。なのにどうしてあんな高い位置に。くっ、あと少しなのに。この本気を出せばこれくらい。ほっ、えい、このへやどりゃ。取り方、そのままヘタをねじってください。ありがとうございます。びっくりした、いきなり後ろにいるし、それにすごく近かった。ちょっと待った、
男の人の顔が近くにあったくらいでドキドキしてどうするの。落ち着け、落ち着きなさい、つむぎ。魔物、こんな時に縛り上げてやります。えい、避けられた。回り込まれる。このままじゃ危ない。騎士さんすごいです。本物の騎士みたいって、一発でヘロヘロになってるじゃないですか。どいてください。でも今なら、騎士さん、とどめをお願いします。ありがとうございます。さっきはヘロヘロになってたけど、騎士さん意外と力強かったな。さあ木の実も無事取れたことですし、町へ戻りましょう。騎士さん、今日はお疲れ様でした。これ今日の報酬です。あの、よかったら少し休んでいてください。お金は渡したんだから帰ってもらえばいいのに、なんで引き止めてるんだろう。私、最初は頼りないって思ったけど優しかったし、魔物から助けてくれたし、ちゃんとお礼したいな。やあ、紬、こんにちは。あれ、はい、いらっしゃいませ。レイ様、この前頼んだ服ができているか確認に来たんだけど、まさかここで君と会うなんて思わなかったな。え、今の名前って。最近レイ様と親しげにしてるってファンクラブで噂になった怪しい男。それにしても驚いたよ、君が紬とも知り合いだったとはね。君も服で困ったことがあれば紬に相談するといい。ちょっと、いや、そこそこ変なところもあるけど、腕は確かだよ。まあ、まさか騎士さんが噂の本人。嘘、だって名前なんて今初めて聞いて。そうだった、最初に名前聞くの忘れてた。名前を聞いてたら絶対追い返してたのに。でも見るからに無害で優しそうな騎士さんがレイ様に近づいてあんなことやこんなことをするはず。もしかして私への態度も優しそうなふりで同じ手口でレイ様に取り入ったんじゃ。きっとそうだ、危なかった。ふん、私にも通用すると思ったら大間違いですよ。本当にそうなのかな。紬、どうしたの？大丈夫？はい！ごめんなさい、レイ様！何でしょう？さっきも言った通り、頼んでいた服なんだけど、出来上がったか気になって。さっき騎士さんと一緒に染料の木の実を取ってきたところです。あと数日で出来上がると思います。そうか。来週あたりに頃合いを見て出直すよ。はい！お願いします！君、紬と仲良くしてあげて。紬も。それじゃあまた。またお越しくださいませ、レイ様。騎士さんがレイ様に近寄る怪しい男だったなんて。私は、あなたのことなんか嫌いなんです。
なんだ、騎士さんですか。何しに来たんです？冷やかしなら帰ってくださいね。ちょっと見せてください。こんなのすぐに繕えますよ。本当ならもう一切関わりたくありませんけど、服に罪はありませんし、さっさとこっちに貸してください。うわ、何ですかこれ、あちこちボロボロじゃないですか。ちょっと待っててください。はい、できましたよ。これ以上痛めないでくださいね。お代はいいですから、服は大事に着てあげてください。これからまた仕事？別に、あなたがどこで何の仕事をしようがしたこっちゃありませんよ。ほら、さっさとどっか行ってください。し、ああもうムカつく。なんでレイ様はあんな人と。この間のレイ様、あんなに明るい表情初めて見た。なんで騎士さんはレイ様とあんなに。考えてたらもっとムカついてきた。仕事で大失敗して悪い噂でも広まればいいのに。それだ、仕事を失敗するように仕向けて、その話が広まればレイ様からも信頼されなくなるはず。我ながら完璧な計画、今日はもう見せちまい。早速実行するぞ。騎士さんはどこに。いた！あっちが町から出る前に何としても先回りしなきゃ。この先は平原に続く一本道、先回りして仕掛けないと。ここがいいかな。さてと、最高の罠を仕掛けるぞ。まずはこの魔物の毛で編んだ半透明の糸で転ばせてっと。よし、できた。これなら騎士さんには気づかれないはず。さあかかってきなさい。レイ様に近づく虫は全て私が始末します。来ない。絶対ここを通るはずなのに。もしかして騎士さんに何かあった？魔物に襲われたとか。いやいや、心配してどうする。とにかく偵察しに行かなきゃ。いた！まだあんなとこに。立ったまま気絶でもしてるんじゃ。ありがとうね、お兄さん。荷物重くないかい？何のお礼もできないのにすまないね。本当にありがとう。何さ、いい人ぶって。レイ様に近づく悪い虫のくせに。違う、そんなことない。騎士さんは本当にいい人なんだ。そんな人に私なんてこと。罠、片付けよう。ああ、私、なんでこんなバカなこと考えついたんだろう。いや！いたたた、誰なんですか！こんなところに落とし穴なんて掘ったの！私だ、自分で罠に引っかかるなんて。これが大丈夫そうに見えます？誰のせいでこうなったと思ってるんですか！騎士さんがおばあさんを助けちゃうから。おかげで仕掛けた罠に自分でかかったんですよ。それは、騎士さんとレイ様がこれ以上親しくなってほしくないからです。それだけですから、私のことは放っておいてください。
助けなくていいって言ったのに、罠にはめようとしていた相手から助けられるなんて、情けなくて死にたいです。あの、ありがとうございます。あと、罠にかけようとしてすみませんでした。でも、レイ様は騎士さんなんかに渡しませんからね。私が紬のものになっていたとは知らなかったよ。レイ様、どうして？彼がいつまでも仕事に来ないから心配で迎えに来たんだ。すると道の真ん中に開いた穴を覗いていたというわけさ。レイ様と一緒の仕事だなんて、そんなの聞いてませんよ、騎士さん。どうしてこんなことになっているのか説明してもらえるよね。はい、それは。以上です。はあ、彼は紬が考えていたような下劣な人間じゃない。それはもう分かっただろう。どうしてこんな真似をしたんだ。レイ様が騎士さんにだけ優しくするのが嫌だったんです。だってレイ様、騎士さんにはすっごくいい笑顔を見せるじゃないですか。別に私は。今度は照れ顔まで。ますます許せません。騎士さんばっかりずるいです。魔物、なんでこんなとこに。この先の平野に出た魔物退治が今日の私たちの仕事なんだ。ちょうどいい、紬も手伝って。私もですか。でも何をしたら。騎士さん、それ本気ですか。できるかな。いい考えだ。私と彼でここまでおびき寄せるから、紬は罠の準備を頼む。君、行くよ。あ、レイ様、騎士さん。二人ともあんなことをした私を信じてる。もう、どっちもお人よしなんだから。やりますよ、やってやりますよ。紬、準備はいい。君は私を強化して。準備できました。あと少し後ろに下がったら飛び抜いてください。今です。後ろに飛ぶよ。はっ。お願い、うまくいって。やったー。レイ様、あとはお願いします。ああ、一気に切り刻む。スラッシュストーム。終わったね。すごい、すごいです。レイ様、騎士さんも何ですか、さっきの魔法みたいな技。あれは彼が持つ特別な力だよ。紬もよくやったね。次は魔物を町まで運んでもらおうか。これを一人でですか。やだなレイ様、冗談もお上手なんですね。本気さ。彼を陥れようとした罰は受けてもらう。早くしないと町へ着く前に日が暮れるよ。そんな、許してください。レイ様、騎士さん、ごめんなさい。もう二度としませんから。
騎士さん、この忙しい時に何しに来たんですか？ああ、そういえばもう一人設営のバイトが来るって話が。それがよりにもよって、全くどうしていつもいつも。まあいいです、騎士さんにもできる簡単な作業はありますから、腕章をつけたスタッフに仕事がないか聞いてみてください。ちなみに私がこのライブの運営責任者なので、わからないことがあれば私かスタッフに必ず質問してくださいね。というわけで早速仕事に取り掛かってください。お昼の休憩までは休みなしで行きますから。つむぎさん、3曲目の照明って青ですよね。はい、イントロ前から青系です。煙も足元のみで。つむぎさん、マイクスタンドですけど。3曲目の後にトークを挟むので、その間にお願いします。さすがに少し疲れたかも。あれ、騎士さんどうしたんですか？なんですか？いきなり。普通そこは飲み物だと思うんですけど。まあいいです、いただきますね。どうもです、おかげで一息つけました。なんで驚くんですか？素直な私がそんなに珍しいですか？言っておきますけど、休憩には早いですからね。騎士さんも作業に戻ってください。ほら行って行って。でも心配してくれてありがとうございました。行っちゃった。さてと、早めに終わらせれば時間も取れるし、頑張らなくちゃ。ラストのポーズバシッと決める。そして曲が終わるまでポーズを維持。ふう、明日のセットリスト全曲踊り切った。もうダメ、動けない。疲れすぎたのかな。騎士さんの幻覚が見える。片付けて帰ろう。本物？どうしてここに？それより今の見ちゃったんですか？これだけは誰にも見られちゃいけないのに。仕方ない、ここは騎士さんを縛り上げて説得するしか。今の聞こえました？あの、ご飯食べに行きませんか？踊って歌って叫んだらお腹空いちゃいました。あの、ここの食事はおごります。ですから、さっき見たことは誰にも言わないでください。特にのぞみさんとちかさんには絶対に内緒です。約束してください。約束ですよ。もし破ったら縛り上げて門の前で逆さ吊りにしますからね。まあ騎士さんなら口は固そうだし大丈夫かな。すみません、ラーメン2つ。ラーメン2丁、かしこまりました。騎士さん、ラーメンって食べたことあります？美味しいんですよ。料理が来るまでの間に私が踊ってた理由を教えます。衣装担当の私がアイドルの振り付けについて口を出すんです。指摘できるようにきちんと振り付けを把握しておく必要があります。歌も同じです。それぞれに気をつける点がいろいろあります。でも踊りも歌も私がカルミナの中で一番素人なんです。のぞみさんより踊れなくても
チカさんより歌えなくても、できるだけ2人と近い目線で振り付けや歌についてある程度の目線で話せるようになりたいんです。それがどんなに大変でも今の私に必要なことだし、それで私の作った服を着る人たちが最高に輝くならやるしかないんです。だって今回用意した衣装がすっごい自信作なんですよ。腰のリボンとスカートが生む躍動感、あの衣装を着て華麗に歌うのぞみさんが見えます。最高にキラキラ輝いて、はあ、なんて素敵な。すごい？私がですか？そんなことありませんよ。私はただ努力してるだけです。なんですか急に。褒めても何も出ませんよ。キジさん、あの今のって本気で？お待たせしました。ご注文の品でございます。何でもありません。さあこれがラーメンですよ。冷めないうちに食べちゃいましょう。私がアイドル、私が本当のステージに立つ。頑張ってみようかな。騎士さんもああ言ってくれたんだし。いやいや、私はあくまで裏方でしょ。人に言われたからってすぐにできるものでもないし。でも私も二人と一緒に輝けたら。あれ、騎士さん、おはようございます。デザイン作業で寝てないのであんまりこっち見ないでください。今日はもう午前中で閉店です。はあ、今日はやけに太陽が目に染みますね。あれ、太陽じゃない。じゃあこの光は。ああもうダメ、眠くて何も考えられない。短い時間だけど会えてよかった。じゃあまた夜にアストルムで。待ちなさい、そこのあなた。そこのあなたですよ、あなた。これ以上レイ様に近寄らないでください、このストーカー男。誤解です。さっきまで下心丸出しの顔でレイ様と話していたくせに。私はレイ様を一日中見ているんですよ。そんな私の目はごまかせません。私はあなたよりもずっとずっと深くレイ様のことを理解しているんですよ。それなのにこんな着こなしの人に心を許してるなんて。だいたいレイ様は肝心なところで脇が甘いんですよ。最近はアストルムでも騎士さんと仲良くしちゃってるし。まだ話の途中ですよ。逃がしません。必殺メジャー縛り。どうです、もう動けないでしょ。これ以上は逃げようなんて考えないことです。
ちょっと待ってください。その発言、まさかあなたはアストルムの騎士さん？アストルムどころか、リアルでも騎士さんはレイ様と。お二人とも何をなさっているのですか？レイ様じゃなかった、市長先輩。ごきげんよう。先ほどお帰りになられたのでは？彼に別の用があったのを思い出して戻ってきてみれば、あなた方はなぜこのような公衆の面前で私の名前を、しかも大声で叫んでいたのですか？おい、あれって。やばそうだからあんま見ない方がいいって。いつの間にヤジ馬がこんなに。さっきストーカーって聞こえたよ。男がストーカーしてたのかな。あれ、でもあの子もおとなしくなっちゃった。男が二股かけたのか。あ、いや違うな、どっちもストーカーであの子を奪い合ってたんじゃね。誤解です、レイ様。私はただストーカー男をやっつけようと思って。それがまさかリアルの騎士さんだなんて知らなかったんです。言い訳無用、君もです。はい、すみませんでした。騎士さんも反省してくださいよ。騎士さんだって一緒に怒られてるじゃないですか。それに縛られ方で私に気づくなんて。いい加減にしなさい、二人とも正座。ほら早く。まったく、アストルムなら今頃真っ二つにしてるところだ。そんな、ごめんなさい、レイ様、許してください。はい、お疲れ様。あんたが今見ていたのは夢みたいなものよ。目覚めたらほとんどは忘れちゃってるだろうし、今はあんまり気にしないでいいわ。それにしてもつむぎちゃんって面白い子ね。特にあの技、一体何のために覚えたのかしら。努力家だけど時々変な方向へ行っちゃうみたいだし、できればあんたがちゃんとした方へ導いてあげなさい。あとは変なことしてまた縛られないように気をつけなさいよ。ひょっとしてあれ癖になってないわよね、なんてね。それじゃまた会いましょう。バイバイ。あれ、私寝ちゃってたの？騎士さんも寝てたんですか？徹夜明けでもないのにのんきなものですね。なんででしょう、騎士さんのそのぼーっとした顔、夢の中でも見たような気がします。確かレイ様のことで言い争っていたような。あんな夢を見ちゃったのも騎士さんがレイ様と未だに仲良くしてるからです。仲良くしてるのがダメとは言いませんけど、もうちょっとですね、その時と場合を考えてもらえるとですね。夢のせいかな、なんか今騎士さんにお詫びしないといけない気がしてきた。あれ、騎士さん服がほつれてますよ。ほらここ。しょうがないですから、私が直してあげます。言っておきますけど、私の使う糸は本当は人を縛るためのものじゃありませんからね。なんで騎士さんの前だとなかなか素直になれないんだろう。いつか騎士さんとの関係もこうやって服を直すみたいにちゃんとできたらいいな。
まさか3着目がいるなんて。やられた。カルミナの初ライブ、のぞみさんとちかさんだけ出るはずだったのに。ポスターが出来上がったと思ったら、なんで私まで出演者に。もうやだ、のぞみさんに騙された。まあもう1着衣装を作れるのは嬉しいけど、ずっとうじうじしててもしょうがないし、やりますか。素材が足りないな。ヘルプのバイトさん雇って探しに行かないと。こういう時ばっかり来るんですか。なんか私、困ってるたびに騎士さんと会ってるような。妙にタイミングが合うというか、間が悪いというか。別にいいんですけど。でもまあ、事情を知ってる騎士さんが来てくれて正直ほっとしたかも。今度のライブで衣装がもう一着必要になったので、今日はそのために糸を吐く魔物を捕まえます。騎士さんはこれを持っていてください。魔物を捕まえておくためのカゴです。それじゃあ出発しましょう。いいですか騎士さん、今回は魔物をうっかり倒しちゃったなんてのはダメですからね。服に使う分の糸を吐かせたら野生に返さないといけないんです。むやみに討伐したら糸が取れなくなるので。早速いましたね。まずはあの色違いを捕まえましょう。あれはメスで、メスを捕まえるとオスが守りに来るんです。騎士さんは霊の力で私を補助しながら、捕まえた魔物たちがカゴから逃げないよう見張っててください。行きますよ。それ騎士さん、カゴの蓋を開けてください。まずはメスを捕獲します。体が軽い。いつもより動けるし力も出る。今日来てくれたのが騎士さんでよかった。どせー。オスが気づいて寄ってきましたね。この調子でガンガン捕まえていきましょう。2匹目、3匹目、まだまだ。まだまだです。糸はいくらあっても困りませんから、もっと捕まえましょう。そんなの当たらなきゃいいんです。はっ、さっきのはおとり。く、動けない。そんな、う、縛りがきつい。このままじゃ。ありがとうございます。私はこのままで大丈夫ですから、引きずってでもいいのでここから離れてください。あたたたず、騎士さん、足を引っ張らないでください。頭が地面に。ふう、アクシデントはありましたが、無事に何匹かは捕獲できたのでよしとしましょう。糸で捕らえられてしまった時、騎士さんの縛られている気持ちが少し分かりました。まさかあんなに苦しいとは思ってなかったんです。騎士さん、その初めて会った時に縛ったりしてごめんなさい。
なんでそんなこと言うんですか？私が危険な目に遭う方が苦しいんですか？なんでこの人は私に優しいんだろう。違う、レイ様にも同じなんだ。騎士さんはきっと誰にでも優しいんだ。そうに決まってる。騎士さん、私さっきみたいな無茶はもうしません。今度何かあったら騎士さんにまた助けてもらいますね。これバイト代です。今日はありがとうございました。それじゃあさようなら。騎士さん、今日は来てくれてありがとうございます。あまり他の人には聞かれたくない話なのでこんな場所になっちゃいました。
騎士さん、あの、実は最近カルミナのメンバーにつきまとう輩がいるので一緒に退治してください。お願いします。騎士さんも見に来たカルミナの初ライブの後から人の気配みたいなものをよく感じるようになったんですよ。きっとのぞみさんとちかさんが標的です。お二人は人気もありますし魅力的な方々ですから。ですがそんな二人を守るのが裏方も兼ねる私の務め。このまま野放しにしていたら何が起こってもおかしくありません。私はそこまで人気がないので大丈夫です。一応心配してくれるんですね。ありがとうございます。とにかく何か起こってからでは遅いので私たちで協力して犯人を捕まえましょう。今日から騎士さんはチカさんとのぞみさんの周辺を監視してください。それに二人でガードを固めれば近寄ってこなくなるかもしれません。万が一相手が姿を見せても大丈夫なように捕獲用の罠もあちこちに仕掛けてあります。間違って引っかかっちゃダメですよ。犯人もろとも自爆するなら許可します。これでよし。カルミナのメンバーを狙ったこと後悔させてやりますよ。さあどっからでもかかってこい。かかってこーい。かかってこーい。何にも起きませんね。気配も感じられなくなっちゃいました。は、もしかして危険を察知して身を引いたんじゃないでしょうか。騎士さんもそう思います。あれだけ厳しい警戒網を敷いた結果が出ましたね。これからダンスレッスンなんですけど安心していきます。騎士さん数日間ご苦労様でした。はいどうぞ。今回の報酬です。それじゃあ私行きますね。お疲れ様です。ふう、今日のレッスンも厳しかったけど少しはうまくステップが踏めるようになったかも。ん？後ろに人の気配が。騎士さん？やっぱりそうだ。心配性だな。あれ？気配がもう一つ？通りすがりの人かな？立ち止まれば通り過ぎるよね。せーの。お？誰も通り過ぎない。誰？誰なの？近づいてくる。どうしよう。やだ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 。逃げなきゃ。足音だ。追いかけてきた。やっぱり騎士さんじゃない誰かいたんだ。だとしたら逆恨みした犯人が。あ、行き止まり。こんな時に。つむぎちゃん、助けてください。騎士さん、遅いですよ。怖かったんですから。でも助かりました。後でちょっとだけ褒めてあげます。なんだお前は。くそ、どけ。キー、来ないで。あっち行け。そうか、今なら私の意図でおとなしく捕まりなさい。うわあ、体に
糸が絡みついて動けない。しなくても今危うく抱きつくところだったでしょ。危ない危ない。さっきまでも危なかったけど今のは別の意味で危ない。落ち着け私。レイ様の顔を思い浮かべて深呼吸しろ。レイ様、落ち着いた。あの、騎士さんはどうしてここに？そうだったんですね。ありがとうございました。おかげで無事です。さて、ちょっと取り乱しちゃいましたけど、そこのあなた、どうして私を追いかけてきたんですか？だいたいあなたはのぞみさんかちかさんを狙ってたはず。人違いにも程がありますよ。だって大好きなつむぎちゃんがやっと一人になってくれたから。そうですか、大好きな私が一人に。私？じゃああなた私のファンなんですか？僕は君の大ファンなんだ。ライブの時君はカルミナの中で誰よりも可愛くて輝いてた。いや、そんな。君こそ僕の女神なんだ。どうか付き合ってください。お願いします。私告白されるなんて生まれて初めてで、なんでもありませんよ。こっち見ないでください。明後日どころか1年後の方でも見ててください。あの、私今は気になる人がいるんです。だからあなたとお付き合いはできません。ごめんなさい。そんな、ようやく見つけた女神だと思っていたのに。この人、レイ様を見てる時の私に似てるかも。気持ちをどう表現したらいいかわからなくなって、相手を思いやることよりつい自分の思いを優先しちゃう。あなたの気持ちは嬉しいけど、伝え方を間違ったんだと思います。伝え方？だからちゃんと牢屋で反省して、今度好きになる人には後ろからじゃなくて正面から素直に自分の気持ちを伝えてあげてください。ああ、ごめんよ、つむぎちゃん。わかってくれたならいいんです。っていうか、あなたの技術が未熟だから私が勘違いしちゃったんです。ついでにそこも反省してきてください。なんですか、あのバレバレの気配は。あんなにわかりやすいのは気づいてくれって言ってるのと同じです。ごめんなさい。大体ですね、ファンならもっと視線を気取られないようにしないとダメなんです。あなたまるでなってません。見守ることこそがファンとして最も大切な心がけなんです。僕を見てくれって視線を飛ばしちゃ、そりゃ相手も気づきますよ。視線は気高く咲く花を慈しむように、限りなく気配を消して自然や風景と一つになるんです。見つめるだけならタダですから。ただしそっとですよ、そっと。いや、あの、僕はもう。あなたはまず視線の送り方から勉強しないといけません。こら逃げない、座りなさい。さ、早く騎士さんも聞いてください。
ソロライブ楽しみにしてるよ。ありがとうございます。頑張ります。はあ、ソロライブか。のぞみさんめ、またしても勝手に私のソロライブなんか計画して、おまけに新曲まで用意されてて。あくまでのぞみさんとちかさんのおまけだと思ってたんだけどな。本当に私だけのライブにお客さんが来てくれるのかな。私一人でステージに立つとか実感湧かないし、全然想像できない。あー、もうどうすれば。はあ、はあ、鉄騎士さん、なんですか急に現れて。私だってため息くらいつきますよ。騎士さんみたいに能天気じゃありませんから。あー、もう騎士さんのせいで余計にナーバスになっちゃいました。あー、でも騎士さんに相談してどうにかなる悩みじゃないので気にしなくてもいいです。これは私だけの問題ですから。実は今度ソロでライブしなきゃいけなくなって。だけ言って、あの人はあんな歌詞の歌騎士さんの前で歌えるわけないから見に来てほしくないんだけど。それに今騎士さんに優しくされたら私絶対頼っちゃう。二度目の通しリハ終わり、疲れた。ちょっと休憩しよう。はあ、歌も踊りも大丈夫。新曲の歌詞、のぞみさんが書いたんだよね。素直になれない女の子が気持ちを伝えたい歌、これが私にぴったりって。のぞみさんは私のことどこまでお見通しなんだろう。これじゃあまるで私が騎士さんのこと、いやいやそんなこと。いやでも、だいたい騎士さんにはレイ様が。違う、今はライブに集中。それにこの曲はレイ様とファンへのラブソングなんだから。そう、これはみんなへの思いを歌ってるの。だから特定の誰かに向けた歌じゃなくて。あれ、誰かこっちに来る。いきなり現れるんですか。いきなりはいきなりです。私にとってはいきなりだったんです。もしかして騎士さんって私を尾行してるんですか。やめてくださいね、そういうのは。まさか私以外の女の子にも。あー、やだやだ、まったく。もうこれだから。本当にあなたって人は。騎士さん、ちょっとだけ私の話を聞いてもらえますか。そういえば前にも話聞いてもらっちゃいましたね。あの時は私がソロでライブをやることになるとは思ってませんでした。アイドルを途中で投げ出すつもりはありません。できる限り頑張るつもりです。私は私じゃなくて他の誰かを輝かせるのが好きなんです。それに自分のことは十分やってるつもりです。そんな私が本当にソロで活動するべきなのかなって思うんです。ファンですか。そういえばこの間一緒に捕まえた人も私のファンでしたね。意外といるんですよね、私のファンって。知ってますか、応援されるのって案外悪くないんですよ。そんな人たちが少しでもいるなら、応援してくれる人がいるなら、私頑張れるかもしれません。まあ一生懸命素材集めて作った服ですし、
着ないともったいないですよね。それに、のぞみさんより踊れなくても、ちかさんより歌えなくても、できるだけ2人と近い目線で振り付けや歌についてある程度の目線で話せるようになりたいんです。それがどんなに大変でも今の私に必要なことだし、それで私の作った服を着る人たちが最高に輝くならやるしかないんです。私には輝かせたい人がいる、輝く私を好きな人がいる。自分の作った服を着る人が最高に輝くならやるしかないですよね。たとえそれが私自身でも、そのためなら私はどんなことでも頑張れます。なんだか元気になってきました。よーし、ソロライブ絶対成功させるぞ。調子の戻った私を見て嬉しいんですか？じゃあもう満足ですよね。ライブは見に来なくていいです。当日どうしても暇で退屈で、もう今にも死にそうだって思うくらいすることがなかった時だけ見に来てもいいですよ。今日のライブ一人だけど絶対成功させてみせます。行くぞ。みんな、今日は私のソロライブに来てくれてありがとうございます。精一杯頑張るので楽しんでいってください。つむぎちゃん、すごい歓声、それにファンの笑顔。キジさんの言う通り、この人たちがいるから私頑張れる。それじゃあまず1曲目聴いてください。新曲です。とにかく精一杯歌って踊って頑張って、どこまでできるかわからないけど全力で私の中の気持ちあなたに届きます。だからちゃんと聴いててくださいね。この人たちみんな私のファンで、こんなに楽しんでくれてる。キジさん、あなたの言う通りでした。私頑張ってよかったです。まだまだ盛り上げていきますからね。皆さんも全力でついてきてください。イエーイ。お疲れ様でした。お疲れ様です。ああ、疲れた。キジさん、出待ちは禁止なんですけど。冗談です。来てくれてたんですね。ありがとうございます。今日のライブどうでした？新曲みんな喜んでくれてほっとしました。キジさんもいい曲だったと思いません？歌詞だって、やっぱりいいです。何も言わないでください。岸さんの感想って月並みで、ほら面白みに欠けてそうですから。
この開放感久しぶり。今から何しようかな。休みの日って何をすればいいんだっけ。そうだ、好きなことをしよう。裁縫は仕事でやってる。他にはレイ様が好き。レイ様に会いたい。そういえば最後にレイ様のお顔を見たのかなり前だよね。ああ、お会いしたいですレイ様。その代わり最近騎士さんとばっかりだな。最初はレイ様についてる悪い虫だと思ってたのに。騎士さんって休みの時何してるんだろう。なんで騎士さんのことなんて考えてるの。違うから、私が好きな人はレイ様だから。ブーヒャッハー、騎士さん、どうしてこういう時に見つけちゃうんだろう。 いきなり現れないでくださいよ。こっちにだって準備ってものがですね。何この光、誰かド派手な服でも着てるんでしょうか。そういえば前にもこんな光が。早く着きすぎちゃった。カフェで待ってよっと。もしもし。ごめんなさい、つむぎさん。お父様の外国のご友人が急に我が家いらっしゃることになって、私もランチを一緒にと様から言いつけられてしまいましたの。そうですか、お家の用事じゃしょうがないですよね。お買い物はまた今度にしましょう。ありがとうございます。このお目合わせは必ずいたしますわ。それではごきげんよう。ごきげんよう。外国の人とランチか。お嬢様学校の友達付き合いって思ってたより大変だな。何もしないで帰るのは嫌だし、一人でショッピングしてもいいけど、やっぱり誰か誘おうかな。今から誘える人って誰かいたかな。レイ様ともお買い物に行ってみたいな。そしたらレイ様にはあんな服やこんな服を着てもらって。はっ、こんな妄想止まらなくなっちゃうからまた今度で。誰かいないかな、誰か。いた、暇そうな人。もしもし、騎士さん、今暇ですよね。いや、暇ですね。そこまでということは暇なんですよね。じゃあ私のいるところまで来てください。今場所の情報を送りました。お願いしますね。騎士さん、遅いです。でも来てくれてありがとうございます。実は、というわけなんです。それですぐに騎士さんの顔が思い浮かんだんですよ。小学校の同級生は部活で忙しいし、王林堂のクラスメートはみんなお嬢様だからちょっと抵抗があって、騎士さんならちょうどいいじゃないですか。荷物持ちにもなりそうで、暇そうな人って他にいなくて。今から私の買い物に付き合ってください。お礼に騎士さんの服も見立ててあげますから。いいですよね、ね。ファッションセンス、私が鍛えてあげますね。さあ行きますよ。どこから見ていこうかな。あ、騎士さん見てください、あのワンピース、すっごく可愛くないですか。裾のフリルが凝ってて素敵です。ちょっと中へ入ってみましょう。もしかして恥ずかしがってるんですか。
大丈夫ですよ、男性用の服も取り扱ってるお店ですから。パーン、これかわいい、こっちのもいい、これもいいな。すみません、試着してくるので待っててください。じゃじゃーん、どうですか、似合ってます？似合ってますよね、ありがとうございます。それじゃあこの2つと今着てるのどれが私に似合うと思います？早く答えてくださいよ。全部似合うって答えたら縛り上げて店から追い出しますね。ってことですよね。まったく変に誤解しちゃうところでしたよ。わかりました、これ買うことにします。彼女さん、どれもお似合いですよね。そんなんじゃありません。大体なんで私がこんなダッサい人と。いや、服装がダサいだけですけど、大体私にはレイ様がいるんですから。騎士さんもなんとか言ってくださいよ。そんなんじゃありませんから。はい、お疲れ様。つむぎちゃん、やけに楽しそうだったわね。それは誰かさんと一緒だったからみたいだけど、あんなに浮かれちゃうなんて、よっぽどあんたに会いたかったのかしらね。しばらくはあの子がどう変わっていくか見守っててあげなさい。茨の道をあえて進むのか、それとも来るべき時が来たらちゃんと受け止めてあげなさい。目が覚めたらまた慌てっぷりが見られるかもしれないわよ。自分の気持ちをごまかしきるのは難しいでしょうから。うん、違う、私たちそんなんじゃん。あ、ここは、あれ、さっきまでのは夢？騎士さんもですか？私もです。確か服を一緒に選んでて、それで私が騎士さんと恋人に間違えられて。違う、あれは夢の中の話だから。もしかして私、休日に騎士さんと出かけたかったの？あんな風に、それであんな、あんな夢を。いいですか、騎士さん、よーく覚えておいてくださいよ。私にはレイ様がいるんですから。